あなたのために言ってるのよと親に言われたことはありませんかはいどうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカチです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは私って過干渉先回りりをしない親の関わり方ですちょっと明るく言ってみましたけどね。 えー、ちょっと重くなってしまいがちなテーマなので、えー、明るく <laughs> ライトにお話ししていきたいと思いますで早速なんですけどもあの過干渉の話なんですが過干渉はね虐待なんですよ。はい いきなり、いきなりなんですけど、過干渉って虐待なんです。え虐待っていうのは児童虐待の中にはね、4つの種類があって、まあえー、殴ったり蹴ったりする身体的虐待であったり、まあ、性的暴行を,えを加えるその性的虐待であったり、食事を与えないとか、家で閉じ込める、ベランダで閉じ込めるなどのネグレクトであったり、もう一つが大声や脅したり、無視したり拒否的態度をしたり、過干渉をしたりする心理的虐待、4つの種類があるんですね。 で、えー、その過干渉っていうのはこの心理的虐待に当てはまるということで近年、この心理的虐待がますます増えている相談件数の6割ぐらいがこの心理的虐待であるっていう,ふうに言われていますでこの心理的虐待で一番今増えているのが実は実は実は,実は過干渉なんですよ。 ね、過干渉っていうのはまあ簡単に言ったらね、えー、子供のために子供のためにってあれもこれもやってしまうことじゃないですかそれは、えー、子供の子,子供が大事だから子供のことを愛してるから傷ついてほしくないし困ってほしくないから大事だから手を貸してしまうんですねでこれがね虐待になってしまうんですよでこういうふうな虐待を受けた子っていうのは、えー、自分の気持ちを押し殺したり 上手に人との関係を築くことができない。距離感がわからないんですね。お母さんが、そしてお父さんが自分の境界線をね、境界線を踏み越えて自分のところにどんどん来るから、それでいいんだと思って、え、こっちも友達のね、境界線を踏み越えて、友達に関わりすぎてしまったり、ね、えー、言ってはいけないようなことを言ってしまう、などのね。えー、要はその、境界線をうまくいけないんですよ。距離感をうまく保てないってことで、社会とかコミュニティの中で上手に人間関係を築くことができない。 そうすることによって生きづらさを抱えてしまう傾向にあるそして、そして、その虐待っていうのは連鎖すると言われていますその自分の子供が大人になった時にまた同じことを自分の子供にしてしまうでその子供も大人になった時に自分の子供に連鎖、えー、をに過干渉してしまうというような形でそのような過干渉であったり虐待っていうのは連鎖するというふうに言われていますで僕はねそういう連鎖を終わらしたいんですよはい。 断ち切りたいんですそういう生きさの連鎖そういうい思いでね普段インスタグラムであったりこの YouTube を発信してるんですけど今日はねその今問題視されている増加傾向にある過干渉というものをしっかり解説した上で過干渉にならない親の関わり方を厳選して20個紹介したいと思います親も頑張りすぎず子供もの伸び伸び育つそんな関わり方が見つかれば嬉しいです よろしくお願いします。ということで、ということで、この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。よければ今、ポチッと押していただいたら嬉しいです。と。 はい。ということでね。まあ、イントロはちょっと力入れましたけど、ここからはゆるーく配信していきたいと思います。なので、あの、掃除しながらとか、家事しながらとか、買い物に行く間にちょっと聞いてみるとか、そんな感じでいいので、作業系 BGM という形でね、えー、聞き流して、まあ、軽くね、流し、完全に流されたら寂しいけど、あのー、軽く聞いていただけたら嬉しいです。 はい、えー。それでは紹介していきましょう。先回りをしない親の関わり方20。その1。過干渉を理解する。まずここですよね。過干渉とは何なのか。そして自分がやってる関わりは、これは過干渉になっていないかどうか。それを確認することってまず大事ですよね。はい。で、過干渉とは何なのかというと、まあ、一言で言えばね、えー、子供ができることを あ、違う、これは過保護だよね。過保護っていうのは子供ができることを親が代わりにすること。これが過保護であり、過干渉とは子供の気持ちを無視して親の価値観を押し付けること。これが過干渉ですね。子供が望んでいないのに、あなたのためよ、あなたのためよ、この学校に行っといた方がいいよとか、ね、今英語にやっておいた方がいいよ、将来困らないから、ね、サッカーは何の役にも立たない、サッカー選手になれる人はもう限られているの。プロになんかなれないから。 どんだけの人が苦労してると思うのアーティストになりたいって。歌で食べるなんてそんな無理よ。やめといた方がいいよ。それよりもいい大学に入りなさい。公務員は安定してるよ。などなど、子供の進路を決めてしまったり、親の価値観を押し付けてしまう。幸せとはこうだ。ねえー、働くっていうのはこうだ。 人間関係とはこうだっていうね、えー、子供の気持ちを無視して子供の考えを無視して対話することなく自分の価値観を一方的に押し付けてしまう行為そしてその価値観によって子供を縛りつけてしまうということこれが過干渉ですよね、はいえー、10個のチェック項目があるので今からちょっと読んでいきたいと思いますえこれはね自分自身の子供との関わりはどうだったのかなっていう点検にも使っていただきますし自分が子供の時に 自分の親がどのような関わりをしていたのかなっていう点でもね、えー、チェックできますのでどちらの観点でも大丈夫です、えー、それでは1つ目子どもの時間割を毎日確認し親が率先して準備をするそのようなことはありますかどうでしょうか2つ目子どもが着る服や持ち物を勝手に選ぶ こっちの服の方がいいよ。あ、今日は習字だからこれ持っていきなさいって <laughs>、えー。寒いから上の服も着たな。みたいな形で勝手に全部決めてしまうで選んでしまう。3つ目。子供が嫌がる習い事を無理に続けさせている。どうでしょう。英語やりたくないけど、いや、あなたのためになるからって、ね。もうやめたいんです、スイミング。 やめたいのに、いや、ここまでやったんだから、今までやってきた努力無駄になるよって。ね、頑張らないと、何をやっても続かないよ。将来失敗するよ。ね、諦め癖がついちゃうから、頑張りなさい。ありませんか四つ目。子どもの宿題に口を出しすぎてしまう。ね、早く勉強しなさい。いつまでゲームやってるのここはこうじゃない。枠はみ出てるよ。もう一回書きなさい。消しゴムで消しで書かせる。どうでしょうか ねえー、こうあるべきって正しい基礎を身につけさせなければならないということで子供が楽しく書いているそのアルファベットを消してしまったりね、えー、こうすべき、ああすべき先生から教えた通りきっちりやらないとダメでしょみたいな形で、ねえー、勉強を押し付けてしまうありませんでしょうか。 はい次は5つ目ですね。1、2、3、4、5。子供の進路を勝手に決める。これは進学先、学校であったり、就職先も含めてですね、えー。〇〇中学の方がいいよ。公立中学だったら不良になるよ。将来失敗するよ。ねえー、であの高校受験で苦労するから、今の間に中学校受験しといた方がいいよ。中学校受験合格したら、高校受験もないから、あなたが好きなことができるよ。お父さんみたいに偉くなれるよ。中学受験失敗したら、 不幸になるよ、みたいな形でちょっと大げさに言いましたけど子どもの進路、進学先とか就職先、今は公務員がいいの安定してるから不景気だからね何があるかわからないでも公務員は安定してるから公務員になりなさい資格を取りなさいなどなどありませんでしょうか。6つ目。 子供の交友関係が気になって口出す。まるさんとは付き合うのやめなさい。あそこの親はね、えー、なんか悪い,悪いことやってるみたいよ。とか、ねえー。たけし君とまだ遊んでんの。あの子はね、ちょっと行けずするから、あの子と遊ぶのやめといた方がいいよ。まるちゃんとまだ付き合ってるの。あの子はね、あの見た目だけ可愛くてね、内心はね、全然だめなのよ。性格悪いからあの子やめときなさい。そのように。 友達であったりお付き合いしている、えー、パートナーそういう方の悪口いや、えー、口出していませんか友達を選んでませんか親がどうでしょう7つ目「子供の行動を逐一チェックする。今日は何するの?」 え晩ご飯、えー、今日は、えっ、ー、と、鬼ごっこする。あ、どこでするの、えー、公園でする。あ、公園で鬼ごっこした後何するの公園で鬼ごっこしたらたけしくんちく。あ、たけしくんちくの何時間いるのうーん、30分。30分何するのうん、ゲーム。あ、ゲームばっかりするのうん、いや、鬼ごっこもするかも。いや、鬼ごっことゲームだけみたいな形 <laughs> ね、いや、極端に言いすぎましたけど、どうでしょう。子供のことが心配だから、子供がどこに行くのか、何をするのか、チェックしていませんか聞き出していませんか 尋問していませんか8個目、子どもの机の引き出しをこっそり開けてしまう。勝手に部屋に入ったり、ランドセルの中身を見たり、ね、引き出しの中身を見たり、ね、ベッドの下見たり、よからぬものがないかなって、どんなことを考えてるのかなって、子どものことは全部把握しておかなければならない。だから、子どもが見せたくないもの、隠しているものも全部知っておかなければならない。悪の道に、悪い道に、非行に走らないように。 親が全部監視しないといけないそういうふうに思ってませんでしょうかはい、9つ目子供の LINE やメールスマホを盗み見してしまうどうでしょうか子供がいじめられてないかなって学校の LINE グループで変なこと言われてないかな犯罪に巻き込まれてないかな勝手に見てしまう、ね、いや子供の前で見るんやったらいいと思うんですよね盗み見しているってことですね最後10個目 子供を褒めることよりも叱ることの方が多い。どうでしょうあれしなさい、これしなさい、これはだめよ、あれをだめよ。え何まだやってるのこれはちゃんとこういうふうにしなさいえ、えー。きっちりしなさい、準備しなさい、遅刻するでしょ。褒めることよりも怒ること、叱ることの方が多い。ガミ,ガミするしている時間の方が長い。どうでしょうか当てはまっていることはありましたでしょうか まあねこれがね難航派て当てはまったら過干渉ということではないですないんですけれども過干渉になってしまう傾向にありますので、えー、改めてね自分の子育てであったり子どもとの関わりを点検して過干渉にならないそして先回りをしない親の関わり方を見つけていけたらいいですよねっていうことですよねはいということでねここから ここからですね、過干渉というのは何なのか、それは子どもの気持ちを無視して親の価値観を押し付けること、ね、子どもが望んでいないのにあれしなさい、これしなさい、これやった方がいいよ、あれやった方がいいよ、あなたが心配なの、将来困るから、間違いないから、お母さんの言うとおりやっときなさいというような形で、えー、あれこれ、指示をしたり、命令をしたりする、褒めることよりもそうじゃないでしょう、こうでしょうっていう形でね、えー、叱ることの方が多い、脅すこともあります。 ねえー、そんな子に育てた覚えはありません。ね、どうでしょうか、はい。これが過干渉です。それでは2つ目いきましょう。えー、代弁しない。これはよくあるよね、えーまあ。例えば、おかち習い事の先生なんですけど、えーね、子供たちに聞くんですよ。あのね、親御さんと一緒に来て、昨日何してたんって言って、じゃあ子供もじもじしてるんですよ。何してたかなーって。えっと、あの白浜行ったでしょって,言って。 白浜行ったんやな。お白浜で何してたんってってじゃあ子供またもじもじしてるんですよ。そのもじもじに耐えられずにお母さんがね、パンダ見たんだよね。あパンダ見たんですね。なるほど。パンダどうやったって言ってもじもじして、また子供もじもじして。うーん、可愛かったよねーって言って、僕誰と話してるんですか僕、だ、誰と話してるんですかどうでしょう こういうふうに、なんだろうな、先生であったり、誰かに話しかけられた時にね、子供がね、子供がすぐにこう言葉にしない、もじもじしている、その様を見かねてね、その様を見かねて、親が代弁していませんかどうですかありませんこれはやめた方が良くないですか僕は子供に聞いているし、もちろんその気持ちは分かるんです。なぜ代弁するのかというと、その先生に失礼じゃないかなと、沈黙になったらダメなんじゃないかと。 いうふうに思っていたり、ね、もじもじして子供は困ってるんじゃないかなっていうのもあるかもしれない。そうやって親心な気持ちも分かります。親心もわかるんですけれどもね、分かるんですけれども、やっぱりね、自分の気持ちを自分で表現するっていう練習をね、させてあげることも僕は大事だと思います。そういう練習する機会がなかったらね、自分の気持ちが分からなくなるし、自分の気持ちを上手に伝えられなくなるんですよ。これ、社会に行ってもどう同じじゃないですか。あなたはどうしたいのあなたはどう考えているの って言われて自分が何を考えているかわからない。自分の気持ちがわからない。そうすると意見が出てこないじゃないですか。ね、そうなると、ね、その職場の中で置かれている場所で価値を、ね、生み出せないんですよ。これ大事なことです、ねえー。自分の気持ちを伝える。思っていることをちゃんと相手に伝わるように伝える。これ大事なんですよ。そのために子どもの時から練習させる。もじもじしててもいいじゃないですか。ちょっと僕は全然何も気にしてません。何も気にしてない。 ね、何にも気にしない。でじゃあ、もっと分かりやすい質問をおかちするやろうし、はい、代弁しなくて大丈夫です。子供に自分の気持ちを伝えるという機会をプレゼントさせてしてあげてください。二つ目ですね。代弁しない。そして三つ目。いいところを見つける、ね。先ほどにもお伝えしましたけど、ね、子供の悪いところばっかり見つかっちゃうんですね。ねあのー、もっとああしてほしい、こうしてほしいと、ね。周りの人に失礼じゃないか。迷惑をかけてしまうんじゃないか。 きちんと育てないといけない。ちゃんとした子に育てないといけない。そうしないと私が、ちゃんとした親やと思われない、ね。変な親やと思われる。ほったらかしにしてるんちゃうかと。子育てができてないんちゃうかと思われる。もしかしたらそういう不安もあるかもしれません。そういう思いもあってね、えー、子,供に子供に厳しく接したり、叱ることが多いってこともあるかもしれない。ね、もちろん、それも時には大事なんですけれども、やっぱり叱られると、えー、楽しくないですよね。やる気も出てこないですね。そして親子関係も。 悪くなりますよね子育てにおいて最も大事なことは親子の間に,間に安心感を育てることだと、ね、親子関係が安心しているいわゆる心の中に安全基地がないと子供はね逃げ場をなくしてしまうんですよ、ね、学校で苦しいこと習い事塾でね辛いことがあった時に家でそれをね、あのー、なんだろう癒,す癒してくれる場所であったり家で、あのー、回復できる回復できる回復することができなかったらね どうううでででで心を休めめるるるるんんしょうかか逃げ場所がなくなななくすすすよよ追い詰められるんですよそうなるとどうなりますか、ね、苦しいじゃないですか、ね。うつ病になってしまったり、引きこもりになってしまったり、最悪なケースになってしまうケースこともあるということですよね。今、子どもの自殺者も増えているので、えー、親子関係における安心感を育てていく、安全基地を作るということ、それは子どもの命を守るためにも大事なことだと思います。 そういう意味でも、もちろん厳しく接すること、しつけのために、ねえー、ルールやマナーしつけすること、し厳しく、ね、伝えることは大事です。 大事ですけれども、それ以上にいいところを見つけてあげて、えー、それをしっかり言葉にして伝えてあげること、目を見てあげて、スキンシップしてあげて、まるが良かったよ、あんなとこでき,できるようになったねとね、人と比べなくてもいいです、次の項目ともあるけど、にもあるけどね、その子がどれだけ上達したのかであったり、ね、その子のいいところを誰かと比べてではなくて、その子自身の成長した部分であったり、自分自身の感想を伝える、ね、早く起きれたね、勉強頑張ってるね、楽しそうだね、 いいいところを見つけてて伝えていくだから5回いいところを見つけてなんだろう1個を叱るぐらいのペース5対1ぐらいのペースですね割合としては。 それぐらいの割合でコミュニケーションしていくっていうのは一つの目安としていいんじゃないかなと思います。そういうふうに意識しなかったら、やっぱりね、あれしなさい、これしなさいとか、なんでやってないのあれだめよ、これだめよっていう、あれだめ、これだめとか、まるすべきとか、まるしなさいっていう関わり方になってしまう。そうすると子供はどん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 縛られていくから、見えない鎖でね、縛られていくと自分の気持ちを押し殺して、先ほど言ったように、 自分軸ではなく他人軸。生きづらくなってしまうということです。なので、いいところを見つけて、えー、それを伝えてあげる。いいところを見つけるコツとしては、もうたん簡単です、あのー。結果だけじゃなくて、プロセスを見る。まずはこれですねあの。目に見える結果じゃなくて、目に見えない部分。心の変化であったり、ね、取り組んでいる姿勢であったりね。えー、その試合には負けた。だけどドリブルがうまくなった。じゃあドリブルを褒めてあげるとかね。えー、試合には負けた。で,でもシュ,シュートを5本打った。 外したけどじゃあ、5本を打った、5本シュートを打った姿勢を褒めてあげるとか、そういうことです。シュートを入れるという結果は出なかったけど、そのプロセスを見つけて褒めてあげると、それは無限に褒めることができるじゃないですか。ね、取り組んだという姿勢、ね、そういうところに目を向けて言葉をかけてあげるということ。これが3つ目ですね。そして、そして、4つ目。他の子や自分と比べない。この自分っていうのは、もう自分自身とってことですよ。ね まず他の子と比べないって分かりますね、えー。同級生の子であったり、同じ習い事の教室の子、えー。たけし君みたいにもっとシュート上手くなったらいいのに、もっとリーダーシップ発揮してくれたらいいのに、入、はい、って手を挙げて発表してくれたらいいのに、えーえー。たかこちゃんみたいにもっと息継ぎきれいにしてくれたらいいのに、平泳ぎできたらいいのに、真面目に練習してくれたらいいのにって。他の子と比べない。これ苦しいですよね。苦しい。苦しい。それ自分もそうやん。比べられたら苦しいもん。常に誰かと比べられるね。 例えばパートナーに、昔付き合ってた彼女と、彼氏と比べられる。これ苦しいやん。苦しいでしょ、これ。とか、自分の母親と比べられる。うちの母親はこういう風な料理やってた,やってたのに、あなたはどうよみたいなことを言われるとね、もう、はあってなるでしょ。はあってなるでしょ。比べられたら嫌なんですよ。安心できないんですよ。安心できる関係性を作る。それ以上に大事なことはない。ないですよ。ないですよ。それは子供の命を守ることにつながるから。 なので、他の子と比べない。そして、自分と比べる。これもあるんですね。自分が子供の時は親の言うことを聞いて、ちゃんとお手伝いをしてね、ね、えー、真面目に取り組んでいた。宿題をやっていて、えー、学校でも100点を取っていた。でも、あなたはどうよ。ねあなたは勉強しないし、宿題しないし、言われるまで、えー、取り掛からうとしない。何をやっても、えー、成績は、何をやっても結果は出ないし、入っててもあげない。っていうふうに、昔の自分と比べること。 ありませんかうちの子、自分の子だから、えー、自分ができることは子供にできて当然だって思ってません違うんですよ。子供とあなたは別々の人間です。別々の人間なんですよ。ね、同じじゃないんですよ、ね。全然考えも違うし価値観も違う。もちろん親の価値観は影響するけれども、全然違う、えー、アイデンティティ人格を持って生まれてきたんですね。そうなんです なので、あなたにできないことがあってもいいんですよ。逆に,逆に言えば、あなたと違うところであってあなたが、あなたがね、えー、なんだろう、できないことが子供にでき,ができることもあるんですよ。ね、親の価値観で子供と比べない。自分の子供時代と比べない。私が子供やった時は、こんなおいしいもの食べられへんかったのに、あなたは、なんだろうね、いつでも好きなもの食べれて、ね、わがままばっかり言って、みたいな感じそういうこともありません 自分の子供時代と今の時代を比較する。そんなことありませんそうじゃない。子供は今を生きているんですよ。今この時代でやりたいことをやったらいい。今この時代で、ね、昔の親と比べるんじゃなくて、ね、誰かと比べるんじゃなくて、今自分自身のペ,のペースで自分がやりたいまま、やりたいことをやったらいい。 もちろんね、やりたいことを自由にやったらいいってことだけじゃなくてね、もちろんね、もちろんある守らないといけないルールもあるよ。そりゃそうやん。ローソンで勝手におにぎり食べたらあかんし、人の消しゴム勝手に取ったらあかん。殴ってもあかんやろ。そういうことはあります。あるんだけれども、そういうね、守らなければいけない。すべてがすべて自由にできないまでもね、までも今のこの瞬間、自分ができることを見つけて、えー、思いっきり遊ばせてあげる。 思いっきり今というこの瞬間を生きさせてあげる。僕はそれがすごく大事かなと思ってます。昔の自分と比べるとか、他の子と比べるということなしに、その子のペースを尊重するということ。これが4つ目ですね。そして5つ目。子供に失敗させる。どうでしょう。ねえ、このままやってたら子供失敗するなとか、ああ、これ間違った、間違った解き方してるわ、これやったら失敗するなとか、親が気づいた。 気づいたときにどうしてますかもちろん助言をする、アドバイスするっていうのも一つのアイデアです。だけど、それが行き過ぎると、行き過ぎるとね、子供は自ら選択して、自らその選択したことにおける失敗っていうことを体験せるまま大きくなるんですね。そうなんです。自分で、自分でね、選んだことに対する失敗っていうことを経験しない。失敗っていうことを経験しなかったら、失敗が怖くなるんですよ。ビビっちゃうんですよ。 なので、なんだろう、う社会人の時にちょっと怒られただけで、ポキッと折れてしまって、もう会社行けないってなってしまったり、些細なことでもう引きこもりになってしまったりする。それは幼少期のうちに失敗を経験していないからなんですよ。わかります。親としてね、失敗させたくない、間違ってほしくない、いい点数を取ってほしい。そういう意味はわかります。だけれど、長い目で見た時には、幼少期、そして小学校までの間に、たくさん失敗させた方がええんですよ。 たくさん失敗させて、あ、これは僕には向いてないなとか、あ、このやり方はうまくいかないんだなっていう、そういうふうにうまくいかない方法であったり、うまくいかないやり方っていうのを見つけていく。自分に合わないことであったり、逆に言ったら自分に合うことを見つけていく。それがすごく大事なんですよ。やってみないことにはわからないんですね。空手やってみたいって女の子が言いました。どう思います女の子にそんな、そんな,な、なんだろ、野蛮なスポーツをさせてはいけないって。思います 思思う方もいいると思います。でもそれは子供がやってみたいと言ったんだからそこでやってみてあ痛いやっぱり痛いからやめとこっていう風に経験したらあそこで、ね、分かるわけじゃないですかあ私は空手には向いてないなって人を殴るってことは向いてないなっていうのが分かるわけでしょそういうよりも、えー、周りの人と協力しながら、えー、やっていくチームスポーツをやってみたいっていう風になるかもしれないじゃないですか経験することで失敗することで間違うことであ次の道が見えてくるんですよ つまり間違わなかったら自分の未来が見えてこないんですよ。だからこそ、幼少期、小学生の間にたくさん失敗をさせてくださいって僕は伝えてます。はい。6つ目。子供に選ばせる、決めさせる。うん。これもね、えー、語に近いんですけれども、やっぱりね、自分自身で選ぶっていう経験、これすごく大事なんですよ。選ぶってことは考えるってことなんですよ。そうじゃないですか。 ねえー、A という道、B という道がありましたと。いちごジャムとリンゴジャムがある。ね、どっちどっち買うあなたが選んでいいよって言われました、ママにね。いちごジャムとリンゴジャム。いちごは好きなんだけれども、えー、でもね、食パンに合うのはリンゴだしな。うん、どうしようかなって考えるわけじゃないですか。もちろん直感で選ぶっていうこともあるかもしれない。直感で選んで間違えたらそこで失敗を経験しあ、やっぱりリンゴジャムの方が良かったってね、そういう学びになるわけでしょ。 そういう意味でもね、しっかり自分の意思で考えさせて選ばせる、そして子供に決めさせるってことが大事なんですよね。で、この決めるってこと、つまり自己決定力っていうのが、子供の幸福度に大きく影響するっていうあの研究成果もあるんですよ。ね、えー、いい大学に行くこととか、いい会社に行くことが子供の幸福につながるんじゃなくて、その進路、自分の生き方を自分で選んだかどうか、これがその、そこに納得感があるかどうかっていうのが、子供の幸福度に大きく影響するって、そうじゃないですか。 自分が納得しているかどうか。これすごく大事でしょ、ね、たとえ成功したとしても、今の地位に納得してなかったら、これ幸せになれないんですよ。ね、たとえお金が、ね、なかったとしても、まあ、なかったっても、その度合いにもよるけどね、だからものすごく裕福じゃなかったとしても、最低限度の生活を暮らして、それで自分が納得しているんであれば、それでハッピーじゃないですか。納得感なんですよ。幸せっていうのは。その納得感を選ぶ得るためには、 自分で選ぶ。そして自分で決めるっていうプロセスが欠かせないんですね。なので、えー、全部が全部子供に決めさせる、選ばせってことではないです。だけど、逆に全部が全部親が選んで親が決めていたら、自己決定力、自分で考える力が育たないということ。なので、なので、えー、できる範囲でね、子供に選ばせてあげる。どんな服を着たいとかね、えー、何を持っていくとかね、100円渡して、えー、この範囲でどんなおやつが欲しいみたいな形でね、 でもね、その中でこのおやつとこのやつはダメだよと。だけど、こっからここの棚の範囲の中やったらいいよっていうふうに、ちゃんと指定した上で自由に選んで決めさせるということ。いかがでしょうか。7つ目、指示語を減らして疑問語を増やす。ね。指示語っていうのは、あれしなさい、これしなさいってやつですね。えー、宿題しなさい、勉強しなさい、ゲームやめなさい、お風呂に入りなさい、早く出なさい。ね。指示語、命令語、そこら辺ですよね。それは、なんだろう。 考える余地がなないいじゃないですか。勉強しなさい、蒸しなさいって答えじゃないですか。ね、そうじゃなくて、ねえー、何時に勉強するのとか、ねえー、何時にお風呂入るとか、ね、さっき言ったように、じゃあ、1、えー、冊本買っていいけど、どれにするっていうように、疑問語を増やしていく。指示語ではなく疑問語。 それはすごく大事なことかな。これもさっき言った選ばせるとか考えさせるとか決めさせるってことにつながっていきます。指示語っていうのは親の価値観を押し付けるっていう行為そのものですよね。疑問語っていうのはあなたの価値観もあなたの考えも尊重しますよっていうサインですよね。うん。そういう意味で疑問語を増やしましょうって感じです。はい。じゃあちょっと重層クエン酸水を飲みましょう。はい。次は8つ目。 子供の部屋に勝手に入らない、ね。もちろんね、年齢にもよると思います。ね、子供部屋がある子もいれば、そうでない子もいる。うん、でもある程度ね、まあ2年生、3年生以降かな、まあ子供のね、その時の状態にもよりますけど、えー、基本的に許可を得てから入るっていうふうにした方がいいんじゃないかなと。子供の部屋っていうのは自分のプライベートスペースなんで、そこではいわゆる子供の、な,なんだろう、安心っていうか安全が保たれている場所ですよね。 なので、そこをしっかりと守ってあげるってことも大事ですよね。だってそうじゃないですか。僕たち、私たちもね、もうアメリカに行って、まあ、僕はアメリカに行っててね、まあ、自分のね、部屋が与えられるんですよ。シェアシェア,シェアをやってたわけやから。おかちの一つの一軒家でね、6人ぐらいと住んでたよ。インド人とナイジェリ,ナイジェリア人とね、えー、あとは中国人かなと。あと誰だったかな。ブラジル人かな。とあと忘れました。忘れましたけど、そういう人と住んで,住んでてね、それぞれの部屋が与えられる。 ね、だから、その共有スペースはあるんだけど、それぞれの部屋がある。自分の部屋があるから安心できるんですよ。それをね、えー、部屋帰った時にね、えー、なんだろう、ナイジェリア人がね、僕の部屋入って、僕の部屋のバナナ食べてたら、はあってなるでしょなんか犯された感じになるでしょなんだろう、自分のね、大事な部分を勝手に土足で踏み込まれた感じそうなると安心できないんですよね。安心できない。 なので、なので、やっぱり、さっき言ったように、安心できるスペースをね、作ってあげるってことはと、すごく大事。特に高学年以降はね、大事なので、子供の部屋に入るとき、子供のものを見るときは、見ていいかなって、入っていいかなっていうことを、しっかり、えー、子供の許可を取るってこと、大事じゃないですかどうでしょうかもちろん、もちろん、子供がね、えー、どんなことやってるのか、気になるのはわかります。気になるのはわかるけど、言いたくないんだら、言いたくないっていうことを尊重してあげることは、 どううでしょうか大事じゃないですか人として。どうでしょうか子供は人です。人間です。人間なので、人間だと考えたときにえ、子供が言いたくないことを無理やり引き出すことって大事でしょうか僕はそれを尊重してあげることは大事だと思います。人間としての尊厳を守ってあげること、それが大事だと思っています。なので、子供の部屋に勝手に入らないということ、子供が見せたくないものを わざわざ何としてでも、ねえー、無理やりこじ開けて見ようとしない。ね、これ、部屋に勝手に入らないというのは、そのスマホを勝手に見ないということもあるよ。ランドセルの中身をチェックしないということも含めてね。であの、確認してたらいいんですよ。例えば、プリントとかね、見せ忘れることあるから、えー、お母さん勝手にここ、ランドセルをチェックしていいとか、ね、子供の前でスマホをちょっと見ていいとか、スマホのルールとしてね、えー、いろんな危険なことがあるから、 あなたの前で週1回チェックするねとそれがスマホのルールですというふうにね、えー、了解を得ていたらいいんですよいいんだけれども了解を得ずに勝手に部屋に入ったりなんですよ中身見たりスマホを見るってことこれどうでしょうかはい僕は許可があった方がい、えー、自分は尊重されてるってい気持ちになるんじゃないかなと思いますはい次は9つ目子どもの話を最後まで聞くうん これ代弁しないっていうことにも近い,近いんですけど、子供が話しているときにあ、そうじゃない、そうじゃないっていうふうに、えー、言うたり、いやあ、それはあなたが悪いの、あなたがこうしなかったからよっていうふうに、えー、途中でちゃちゃ入れたりな。とにかく最後まで聞かないってことありませんこれね、すごく大事ですね。えー、っとねこ、あのー、子供に話を聞いてほしいじゃないですか、こっちも。自分が大事なことを伝えたいこともあるでしょ ね、伝えたいことがある。でも子供が話を聞いてくれないという悩みがよくあるんですね。その時にお伝えしているのは、もちろんいろんな事情があります。でも、一つの大きな理由として、えー、あなたは話を聞いてますかということなんですよ。ねあのー、話を聞いてほしいなら、まず聞くということ。こっちが子供の話を聞いた分だけ、子供もこちらの話を聞いてくれるんですよ。こちらが子供の話を聞いている分、例えばおちょこ、おちょこに入る。 おちょこに入る分しか聞いてなかったら、子供もおちょこに入る分しか聞いてくれないんですね。でもこっちがペットボトル分ぐらいの話,の話を、ね、聞いていたら、日頃からね、子供もちゃんとペットボトルに入るぐらい話を聞いてくれる。でもすぐには期待しないってことが大事ですよ。こっちが話聞いてるのになんであなたは聞いてくれないのって言ったらまたこれは全然違う話だから。 ね、そうじゃない。見返りは期待しないけど、大原則としてそういうものがあるんだと。ね。返報の法則。こっちがやったら、向こうも返したくなるっていう感じね。ミラー、あのー、ね。ということなので、ということなので、あのー、話を聞いてほしいんだったら、話を聞く。そして最後まで聞くということ。ね、えー。もう言いたいことない終わったじゃあお母さん思ったことあるんだけど、伝えていいかなと。あなたはこうこうこういうふうに思ってるのこれでよかったっていうふうに要約するとかね。 そういうふうに、子供の子供が話したことを要約したりしながらね、その上で何か言いたいことがあったら、お母さん気づいたことがあるんだけど、何か一言言っていいみたいな形でね、えー、聞いてみるのはどうでしょうか。とにかく最後まで聞く。これ難しいね。最後まで聞くっていうのは。ね、でも時間がないときあるよね。でも時間がないときは、じゃあ、えっと、5時までなら話聞けるよっていう風に、先に時間を言っておくっていうのがいいですね。 で話を聞いてたら長くなって途中で気づいた場合あなるほどあのー、すごい大事な話だね、えー、ママは、えー、ちょっと5時になったら用事があるから5時までなら話が聞けるけどそれでもいいっていうふうに途中でそうやって聞いたらいいですよね、はい、とにかく、えー、できるときは子どもの話を最後まで聞く。 もちろん心に余裕がないとき、しんどい時ときとあると思います。すべ、えー、てがすべて子供を中心にするというのは僕はお勧めしていません。子供のために自分は犠牲になるということ。それを見せてしまうと、子供も、ねえー、自分を犠牲にした生き方を選択するようになるので、それは望んでいないですね。なので、親も我慢しない。親も頑張りすぎない。そしてその上で子供を子供の人間としての人権であったり、尊厳を尊重した関わりをしていく。 これはとても大事なことなんじゃないかなと思います。つまり、子供の話を最後まで聞く。一つ一つの大事な意見として最後まで聞くということ。はい。10個目。求められていない助言をしない。はい。これもね、急に重なる部分ではありますけれども、どうでしょう。求められていない助言ほどうざいものってなくないですかねえ。いや、別にあんたからのアドバイスいらんねんっていう、いっぱいあるよ。 おかち、おかちにね <laughs>、えー。もっとこうした方がいいんじゃないですかって、まあ、インスタグラムとかね、えー、YouTube とかでね、やって発信活動してるじゃないですか。もっとこういう投稿がいいと思いますとかね。えー、そんな時はこうしたらいいよとか。<laughs> いや、別にあなたに求めていない。いや、コメント入れてって言ってたらいいよ。こういう場合はどうするか、コメント入れてねって言ってたらいいんだけど、YouTube、あなたはこうこうこうだから、もっとこうした方がいいと思います。いや、別に求めていないよ。いや、別にあなたに聞いていないから。いらないんですよ。その助言は。 そういうことありませんもしあ,あ,なたあなたがね、子供の時どうでした親が、ね。全然求めていないのに、ああした方がいいよ、こうした方がいいよってうるさくなかったですかそんなことあったもしあったらね、それに対してうざって思ってませんでしたねこれ嫌ですよね なので、助言をするとき、アドバイスをするとき、何かフィードバックをするときは、えー、子供に許可を求める。ね、お母さん気づいたことがあるんだけど、っねえー、もっと上手くなるためには、言って、あのー、伝えたいことがあるんだけど、言ってもいいかな、みたいな形、ね、で。許可を得てから伝える。これどうでしょうか。でもっと言えば伝えた上で、えー、どうするっていうのうは、子供に、どう思うって子供に意見を聞くとか、えー。私はこう思うんだけど、あなたはどっちがいいかなっていうふうに子供に選ばせるとか。 そういうことも大事なんじゃないかなと思います。はい、10個目。求められていない助言をしないということでした。半分終わりましたね。先回りをしない親の関わり方ということでね。まあ、今回こうやって紹介しているのはね、おかちね、2023年7月に、親も子も楽に,する楽になる、ゆるめる子育てっていう本を書いたんですよ。 その中ではね、自分の中にある完璧にしなければいけないとか、助けを求めてはいけないとか、わ、えー、からないと言ってはいけないとか、ちゃんとした親にならなければいけないとか、いい子育てなければいけない育てなければいけない、人の迷惑をかけてはいけないとか、なんかそういう自分の中にある、こうしないといけないという思い込み、そして見えない鎖をどうやって緩めるのか、自分の中にある子供へのイライラとか、自分なんてっていう自分責め、こんな母親でごめんねっていう自己嫌悪。 そういうものを緩めるための方法とか、子供を自立させるための関わり方を52個解説しています。えー、今回のね、えー、動画もその中から紹介させていただいています。興味がある方は概要欄からチェックしてみてくださいね。あと公式 LINE でもね、えー、有料講義の動画を26本無料で配信してますので、そちらも合わせて概要欄から登録してみてくださいということです。はい、それでは残り半分いきましょうか。11 自分の時間を作る。ね、えー。やっぱりね、先回りをしてしまうっていうのは子供のことが心配だからなんですよ。子供のことを考えすぎなんです。子育てを頑張りすぎてるからなんです。子供にはこうなってほしい、ああなってほしい、自分が苦し,苦しかった、あの体験を味わってほしくない。自分は英語ができなくて困った。学歴がなくて困った。小学校の時いじめられて苦しかった。ね。 そういうことがあったから子供にはいじめられないように、ね、将来自分が行きたいところに就職できるように力をつけてほしいそういうふうに子供のことを考えて考えて考えて一生懸命だからこそ先回りをしてしまうんですねつまり自分の人生を後回しにしてるんですよ置いてけぼりにしてるんですよなので子供に100、N、あるエネルギーが全部100いっちゃってるんですねそうなると親も子もしんどくなるんですよ子供も先ほどお伝えした通り 見えないくさいでで縛られてしまうんですね自分がやりたいじゃなくてお母さんに喜ぶことやらなきゃになっちゃうんですね。そうなると自分軸が作られず生きづらさが作られていくということじゃないですか。人間関係の作り方がわからない人との距離感がわからないとなってしまうわけでしょ。なのでなのでその子供に向けてるエネルギーそしてその矢印を自分の心に向ける。うん、もう簡単に言ったら11自分の時間を作るってことです。 子供のために使ってる時間、すべてを自分の時間に作れ、自分の時間に費やせって言ってるわけではありません。ね、そのうちの5%でもいいよ。1日30分でもいい。子供と、子供のことを考えてる時間、自分の時間に当てるということ。 自分の時間に充てる。その自分の心を整えるでもいいし、ねえー、体を休めるのでもいいし、好きな本を読んだり、えー、映画を見るでもいいし、おかっちのね、えー、インスタグラムをチェックするとか、そんなんでもいいし、おかっちのインスタグラムのオンラインサロンに入るとかでもいいし、おかっちの YouTube を何度も見るとか、すいません、そんなんでもいいんですよ。とにかく自分の時間を作るということです。 自分の時間を作るそうすればね自分の人生が充実して自分のやりがい生きがいが見つかったらね子供へのエネルギーっていうのがね、えー、減るんですよなので気にならなくなるんですよ少々の、えー、失敗とか少々うまくできていないところがあってもね気にならなくなるだから子供を先回りしなくなるんですよなのでそういう意味でも自分の人生を生きるつまり自分の時間を作るということこれ大事なんかなと思って11に書いてます 12。こういう関係に口を出さない。これね、一番嫌やったわ。嫌じゃない自分の好きな友達の悪口を言われたり、ね、あの人とは付き合わない方がいいよとかえ、えー、あの子は学歴ないから、あんな人と結婚したらダメよみたいなことそんなこと言われると嫌じゃないですかどうですか僕は嫌ですよ。あなたも嫌でしょ嫌なはずなんですよ。もちろん、親として、 えー、子供がね、子供は危険に、ね、巻き込まれないような環境を、ね、作ってあげること、選んであげることも大事なんです。大事なんだけれども、それが行き過ぎてしまうと過干渉になるんですね。行き過ぎてしまうと。で私はこう思うとう意見を言うとこまではいいんですけど、ねえー、なんだろう、そんな、もうなんだろう、もう本当にその人と遊んではいけませんぐらいな感じで言ってしまうことですね。うん、でもそこが、子供の命を守るためだったら大事なこともありますよ。 その子が、例えばもう本当に犯罪、ね、犯罪をするような子であればね、それは命をかけても介入して、ね、その子との関係を断つことも大事ですよ。命を守るためにね。それは親の課題なので、積極的に介入したらいいけれども、なんだろう、ちょっと優しくないからとか、ね、<laughs> なんだろうな、服がちょっとみすぼらしいからとか、学歴がないからとかの、そういうことでね、あの人と付き合っていけませんみたいな、その理由にもよるよね、理由にもね。 そういうふうに子供の人間関係、交友うう関係をオラ、おら、おらって言っちゃった。<laughs> 親が決めすぎてしまうということ。意見を言うこと、時には大事ですよ。ない意見を言ってはいけないってこということじゃないです。その度合いによります。度合いによります。だここはあのー、明確には言えないで。意見をしてはいけませんとは言えないんだけど、行きすぎてしまうと苦しいよね。だ子供が、子供がね、嫌がっているのに、 それ,ま、それをしつこく言うっていうのはやっぱりこれ線を越えてますよね。ねこ,ういうこういう関係に口を出さないっていうこと。これ12ですね。13、まあ、価値観を押し付けない。まあ、これ全般的に言えることです。えー、っと、親の常識は子供の常識ではないし、昔の常識は今の時代の常識ではないんですよ。ね、僕たちが育った頃っていうのはスマホがなかったんですよ。AI がなかったんですよ。ね、あの全然時代が違うんですよね。YouTuber もいなかったし。 えこうやってね、インスタグラム、インスタグラムもなかったよ。僕が子供の時は。なかったよ。なかった、なかった。ね。何もかも変わってるじゃないですか。で、これからの時代はもっともっと早い勢いで変わっていくんですよ。だから僕たち、私たちが通用した常識通りに子供を育てたとしても、子供が幸せになるとは限らないんですよ。 なぜなら育ってきた時代が違うから、環境が違うから。なので、自分たちの価値観を、ねえー、捨てろって言ってるわけじゃないし、自分たちの意見を言ってはいけないってことじゃない。だからそれが絶対正解だ、絶対が言う、そ私の意見が、私の考えが、私が作ったこのレールが、絶対に正しいレールであるかのように言ってしまうこと、そしてそのレールに縛りつけてしまうことっていうのは、危険じゃないですかってことですよね。 いい大学に行っても幸せになるかは分からないですよ。先ほどお伝えした通り、幸せになるかどうかは、子供が自分で考えて、納得感を持って決めたことであれば幸せを感じれるんですね。そうなんですよ。いい大学に行くかどうかじゃなくて、自分が納得感があるかどうか、これが幸せ、幸福度に大きく影響するんですね。イケメンと結婚するかとか、大金持ちと結婚するかではなくて、ね、自分がパートナー、自分が納得してその人と過ごしていれば、その人は幸せを得られるんですね。 そうなんですよなので、親の価値観と子どもの価値観は違う。親が育ってきた時代、我々が育ってきた時代と今の子どもたちの時代は全然違う。だから、自分たちが正しいと思っていることが、ねあのー、絶対正しい答えだと思わないことですね。ただ、意見を言ってもいいよ。こうこうこういう理由だからこっちの方がいいよと。そういう理由をつけて言ったらいい。でも、一番わかるのは、ね、いつかわかるから。これやっといた方がいいよ。いつかわかるからってやつ。 うん、これ、僕、一番嫌でしたねい。いつか分かるからじゃなくて、なんで、なんでやったらダメなのなんでこれやらないといけないの僕はこうこうこういう理由でやらないでいいと思っている。僕はこうこうこういう理由でこのことをやっている。それに対してあなたはどう思うのって言うてるのに、あなたにはいつか、あなたにもいつか分かるときが来るから、いやいや、違うやん。対話ができへんやん。なんでだめなのなんでこれをやれって言ってるの ということをちゃんと対話できるようになったら問題ないと思います、ね。対話っていうのは押し付けではないので。ただそれが強要になってしまうと先回り口になってしまう可能性があるということですね。はい。えー、次は14。完璧を求めない。ね、えー。頑張りすぎのお母さんにありがちですよね。自分の中で子供には何歳までにこういうふうに育ってほしいと。ね。えー、じゃあ6歳までには、えー、英語のね、アルファベットが書けるようになって、 じゃあ8歳までには、なんだろうな、ペラペラに話せるようになって、えー10えー、4年生の頃には、小学4級、えー、英検4級合格してみたいな、そういうふうなレールを勝手に作ってしまう。レールを作ってしまうというのは、子どものペースを尊重しないということじゃないですか。親の想像で作っているレールに子どもを巻き込んでいる。親のペースで子どもを振り回しているってことでしょ。う。そういう時に、子ども本来の力を発揮できないんですよ。 子供本来の力、いわゆる才能であったり、魅力であったり、その子の天才性っていうのは、自分のペースを尊重されたとき、安心感ある環境の中でこそ、才能が花開くんです。才能が開花するんですよ。ね。そ,それなのに、親のペース、親にとってこうすべき、ああすべきっていうことを求めすぎてしまうと、子供は苦しくなる。ね。95点取ったのに、なんでここ間違えたの ?100 点取らないと。ね。常に満点を目指す。常に一番を目指す。 そうなると子供は息抜けない、安らげない、休めない、安心できないんです。なので、なので、自分の中にあるこうしないといけないってことを、一つ一つ、緩められることは、緩めていったらいいんじゃないでしょうか。ね、その中でも、えー、譲れないルールもあると思います。それは別に譲らなくていい。対話をしたらいいんです。 親だからといって、親の権力でそれ,を従わせるそれに従わせるんじゃなくて、私はこう思う、なぜならこうだからってちゃんと理由をつけて、子供にも分かるように自分のこだわり、自分がやってほしいことを伝えるんであればいいと思います。で、その上で子供の意見を最後まで聞く。9ですよね。そして子供に選ばせる、決めさせる。6ですよね。意見は伝えるが、最後まで聞いて。 そして子供に最終的に選ばせる、決めさせる。で、自分の中にある完璧。こうしないといけないっていう、そういう価値観を押し付けない。13。で、完璧を緩めていく。これは概要欄に貼り付けてる。緩める子育てに、どうやって完璧主義を緩めるのかっていうのががっつり書いてます。はい。そして15。いきましょうか。任せたことを見守る。はい。ちょっとの飲みましょうか。飲んで。 はい。えー、これね、任せたこと。あれやっといてね、これやっといてねって言って、それをやって,やってんね子供やってんねでもなんかそれが遅いなとか、とろいなとか、間違ってるなと思ったときに、いや、そうじゃないよ、こうでしょうとか、早くやりなさいっていうふうに、なんだろう、任せたんだけど、それを奪ってしまう。そのようなことありませんかそれは、自信、なくなりますよ。自信、なくなりますよね。任せられたのに、口出しされた。 僕のことを信じてもらえなかったんだ。あ、僕また失敗した。またできなかったっていう失敗経験を積んでいくってことじゃないですか。なので、なので、そういう意味で、任せたのなら、できる限り口を出さない。うん。ぐっとこらえる。任せたんでしょ任せたんなら口を出さない。で、言いたいことがあるんだったら、えー、あれですね、自由ですよね。えー、あ、気づいたことがあるんだけど、 一,つ一言アドバイスしていいかなっていうふうに許可を求めるね。許可を求めるとはまだましですね、はい。15、任せたことを見守る、ね。で、最初の時に指定しといたらいいんですよ。こっからここまでは自由にやっていいよと。先のお菓子の話ね。お菓子自由に買っていいよって言いながら、子供が買ってきた寝ねる寝ねる寝るねを見てね。いや、これは体に悪いからやめときなさいって言うと、言うとね、いやいや,いや。 お菓子買っていいよって言ったやん。なんでも買っていいよって言ったから持ってきたのにってなるわけでしょ。これダブルバインドじゃないですか。なんでも買っていいよ。でもねるねるねるで持ってきたらこれはダメよ。これダブルバインでしょ。言ってることとやってることちゃうわけじゃないですか。なので、最初の段階からお菓子、こっからここの棚のこれ以外やったらいいよっていうふうに指定するとかね。えーと。 お手伝いやってる時も、えー、都合があるから、えー、じ,ゃあじゃあね、えー、じゃあ今から10分間この、えー、お手伝いやってねって、そこから私がやるよみたいな形でね、全部任せるんじゃなくて、しっかりここからここまでは任せるという範囲を決めて任せるっていうことをすればいいんじゃないかなと思います。はい、えー、15でしたね。じゃあ次、16。自分の傷は自分で癒す。ね。 過干渉をしてしまう、先回りをしてしまうっていうのは、もしかしたら自分の親が、ね、同じように先回りをしていたり、過干渉であった可能性もあるんですね。先ほどお伝えしました、虐待は連鎖するというふうに、幼少期にね、自分が子供だった時に、子供の宿題、私の宿題に勝手に口を出してきたり、ね、私の進路を勝手に決めたり、でも私の友達の悪口を言うたり、ね、私のメールを勝手に見たり。 そのようなことありませんでしたあなたが心配なのよって言われて育ってませんでしたかそういうふうに幼少期に、ね、親に信じてもらえない自分の気持ちを尊重してもらえない自分で考える機会がなかった自分の人生を生きることができなかったそういう傷を抱えてしまうとその傷を子供を通して子育てを通して癒そうとしちゃうんですね。うん、それは 例えば、えー、自分がね、今逆の話今から逆の話しますけど、えー、なんだろうな、ネグレクトだったから、ほったらかしだったから、子供の時にネグレクトでほったらかしですごい寂しい思いをして、傷を抱えてるから、子供には、えー、なんだろうな、子供には絶対寂しい思いをさせない、欲しいものは全部買ってあげて、困らないように、泣かないようにさせないといけない、いつでも本を読んであげてっていう風にね、考えてしまうと、これ、過干渉になってしまうわけでしょ。 それは幼少期に自分が寂しかったって傷があって、その傷を自分の子育てを通して解消しようとしているんですね。そうですね。なので、その幼少期に受けた、なんだろう、自分のことを認めてもらえなかったとかね、自分がつらかった、寂しかったとかね、自分なんて価値がない存在なんだっていう。 その価値がない存在なんだってその感覚を子育てを頑張ることで子育てでねいい子に育てることでその自分は役に立ったっていう自分の存在意義を見出そうとしてしまったりねそういう幼少期に傷つけられたその傷痛みそれを子育てで解消しようとすると子供は苦しくなるってことですよねいや子供は 子供は自分の人生を生きている。子供の人生を生きている。で、私は私の人生を生きていて、あなたはあなたの人生を生きている。ね、だから子供は親の夢を叶えなくてもいいし、親の傷を解消しなくてもいいんですよ。自分の傷は自分で癒す。子育てを通して解消するではなくて、自分がその傷を癒すためにどうしたらいいんだろう。それを考えて、えー、実行して、傷を癒していく。でこれ、どうやったらいいね。 こ,のこれに関してはね、えー、YouTube にも上げてますけど、親も子も楽になるゆるめる子育ての本でかっつり書いてますこれを、ねえー。グリーフワーク、自分の中の傷、トラウマであったり、そういうものを緩めていく、そういう手法であったり、ね、自,分自分の中で、ね、安心できる場所を見つける、まあ、これ、ね、18人も近いんだけど、とにかく自分の傷は自分で癒すということ。その方法は、 緩める子育ての本見てください。でおかちの公式 LINE 登録してもらったら、幼少期に作られたそういう人生脚本であったり、えー、そういう傷を癒すための方法っていうのをね、解説した動画をプレゼントしてます。概要欄チェックしてください。はい。そしてそして17、子どもとの間に線を引くということですね。はい。ここれは、えー、まあこの後半部分 で言ってきたこととのままとめになるかもしれませんけど親と子っていうのは別々の人間であるのでしっかり境界線を引く。ね、なので子どもの課題には口を出さない。親の課題には親が解決する。そういうふうに線を引いて、ここからここまでは口を出すけど、ここからここまでは子供を見守るというのをしっかりあらかじめ言語化しておくってことです。 はい、例えば子どもの命に関わることであったり法律に違反することやったら口を出したり介入したりするけどもなんだろう、そういうことでなければ口を出さないみたいなこれは正解がないんです、ここからここまでは譲れない、ここからここまでは譲れるっていうことを自分の価値観、自分の、えー、心と相談しながら決めていくということ、で自分の中で譲れないことと子どもの中で譲れないこと、これバッティングすることもあるんですね、ねそうすればそこで対話をしたらいいんですよ。 子供は、例えばね、夕食を食べた後に宿題をしたい。ね、お母さんとしては、夕食を食べる前に宿題をしたい。これはいずれない。で子供もいずれない。なぜなら子供は夕食前にね、あのー、友達と遊びたいから。ね、だから、えー、先に宿題をしたら遊ぶ時間が少なくなる。だから、夕食の後に宿題をしたい。そういう思いがある。ってなった時に、バッティングした時に対話をして、お互いが納得できる答えを見つけていったらいいんですよ。とにかく、親とこの間に線を引く。 で子供の課題は子供に解決させる。親の課題は親,に解決させ親が解決する、はいで。この見極めるポイントとしたら、その課題を放っておいたら、最終的に困るのは誰かですよ。はい、宿題、どうでしょう。宿題しない。それを放っておくと、最終的に困るのは誰ですか子供ですよね。 子供ですよね宿題をやらなくて学校の先生に怒られるっていうのも子供かもしれんし放課後の残ってね遊ぶ時間なくなって宿題をしなあかんっていうこともね経験するのも子供やろうしあいつ宿題やってないでって友達にばかにされるっていう経験をするのもえ子供やろうし宿題をしない勉強しないことで、えー、スキルを身につけることができずに行きたい志望校に行けなかったっていう経験をするのも子供なんですよ最終的に困るのは子供であれば放っておく、ね、放っておく ただ、低学年のうち勉強面に関してはね、勉強を尽きる習慣を付けをさせるっていうのも一つのアイデアです。アイデアなんだけど、中学生、高校生になってもね、えー、子供のが勉強しないんですって。もちろん、勉強するためにね、えー、関わる、関わる工夫をしてもいいんですけれども、あくまでもそれは子供が助けを求めてきたとき。だって子供の課題なんだから。問題を解決する主体者にならない。問題を解決するのは子供。子供が主体者。で、親はサポーター。 子供が助けを求めた時に、えー、それを助けるヘルプするという意味でね、サポートするという立場で子供と関わっていくということ。 そういうふうに親と子の間にしっかり境界線を引くことそうすることで子供は自分の問題にちゃんと自分で解決するっていう意欲意識が芽生えてくるんですね自分の人生は自分のものなんだっていう責任感が湧いてくるんですよそれを親が解決してくれてたらねこの問題放っておいても誰かがやってくれるやろうなっていうふうに他責他人のせいにしてしまったりね他人事になってしまったりするんですね自分の人生は他人のものみたいになってしまうんですよ なので、しっかり境界線を引くということは子供、子どもを自立させるための一歩につながるんじゃないかなと思ってます。はい、あと3つですね。結構話しましたよ。はい、頑張って話しましたよあの。緩く聞いてくださいね。テーマは重いんですけども、あなたを責めるつもりはない。もっと言えば、あなたを救うつもりであの全力で話してます。救うと言ったらちょっとおこがましいんですけども、少しでも心が楽になれば。 自分の中にあるこうあるべきとかこうしないといけないっていうことが少しでも緩めばいいなとそういう思いで話してますので、えーまあ、緩く聞いてみてくださいはいじゃあ18いきましょうか安心できる場所を見つけるこれすごく大事なんですよこれは親自身がってことですよ自分自身が安心できる場所を見つける自分自身が緊張状態ではなく不安状態ではなく、ねえー、リラックスして自然体でいられる場所を見つけるってこと これすごく大事ですよね。ママが緊張していたり、ママがこうしないといけないという、そのずっと戦闘体制やったら、子供も落ち着かないんですね。そう。戦う体制やったら。その戦うモードとリラックスモードって人間の中にあるわけじゃないですか。で、やっぱり24時間戦うモードではいられないんですよ。親も子もね。学校ではどうでしょう 誰かと比べられて勉強しないといけないみたいなスケジュールも組められてね決められてちゃんとその自分のペースじゃなくて先生の学校から与えられたペースに従って暮らさないといけない学校の時間だよねいわゆるもう戦闘態勢ですよ気が抜けない状態そういう状態で帰ってきたお家お家おの状態お家までねまさにこの戦闘態勢やったら子供はどこで休むんですかって話ですそうなのでなのでお家ではねリラックスできる 場所であったらええなって思ってるんですで,で,で幼稚園が逆にリラックスできる場所 で、あるんだったら、えー、家では少し締め付けてもいいかもしれない。だから、なんだろう、家庭教育と地域教育と学校教育、そのバランスを見ながらね、その、戦闘モードであることも大事だし、そこで学べることもあるし、リラックスでで、いるときに学べることであったり、えー、楽しめることもあるから、それをうまく使い分けることが大事ですね。ってなったときに、親がね、ずーっと戦闘体制で行ってたら、ね、学校でも戦闘体制、家でも戦闘体制だったら、子供は休めないんで、休めないので、ね、 子供を安心させるためにも親がリラックスすることリラックスするっていうのは自然体でいるってことなんですよ心から笑える暮らしをしていくってことなんですよ一言で言えばね心から笑える 誰かと比べてすごいとか誰かと比べて劣ってるからダメなんだじゃなくて自分がリラックスして、えー、自分のペースで暮らせるそういう暮らし方生き方を見つけていくってことなんですね、まあ、これが最終20につながってくるんだけれども、まあ、その手前,と手前で言えば安心できる場所を見つけるであったり自分が、えー、心置きなく話せる人人と時間を過ごすであったり、えー、なんかこう日常を忘れられる趣味,に趣味を見つけるとかそういうことですよ うん、没頭できる、夢中になれるものを見つける。とにかくあの安心できる、リラックスできる場所を見つける。そこで時間を過ごすということ。ね、そのためには11、自分の時間を作るってことも大事よね。しっかり自分の時間を作って、そういう安心できる場所で時間を過ごす。そういうことで、えー、緩むからで。親が緩めば、子供も緩む。 緩むっていうのは伸び伸び育つってこと本来のその子の才能が出てきやすい本来の力本来のその子の力が発揮しやすくなるということなのでえー自分の心を緩ませる自分のライフスタイル生き方を緩ませるっていう意味でもね安心できる場所を見つける安心できる人を見つける安心できる趣味を見つけるおすすめですはいちなみに岡地はえー山登りめっちゃしてます山登りめっちゃめっちゃ山登ってます あの和歌山県にある和歌山市にある低、ね、山、もう低い山ばっか、でも家の近くに、ね、もう半径1キロに10個ぐらい登山口があるんです、山ると登るところ、ね、全部低山ですよ、汽船アルプスって言ってねだろうな、あのーまあ、和歌山のアルプスなんですよ、アルプスっていっぱいあるでしょ、汽船アルプスって言われてるんですけど、もうそこ入ったらねもうだろう10日間ぐらいずっと装走というか歩けるんじゃないかっていう、ハイキングコースがすごく充実してるんですね。 そういうとこ行って写真撮ったり動画撮ったりリラックスしてますはい残り二つになりました十九、親子でルールを決める、ね、これ話しましたねそう親と子は別々の生き物であり、えー、子供は子供の人生を生きていて親は親の人生を生きていて子供には子供の価値観があり親には親の価値観があり考え方も生き方も違うし違ってもいいということですね なので、えーなんだろう、生活習慣のルールであったりテレビの、テレビを何時に見るとか何時に起きるとかね、歯磨きの時間であったり、お風呂の入り方とか、そういうことも、ね、含めてね、やっぱり違うんですよ。違う生き物なんですね。違うんです。違うんだけれども、お互いが心地よく過ごすためにルールを決める。これ大事ですね。おカチもアメリカに行ったとき、ジャマイカ人と連全,全然ルールが違う。 ね、おかちが大事。おかちがね、買ったあのバナナ、リビングに置いてたんですよ。リビングに置いてたらね、そのリビングのバナナ食べやがってたんですよ。ジャマイカ人が。で、彼のルールとしては、リビングに置いてるのは全員で共有していいものだという認識だったんですよ。いや、違う。これは、あの、付箋でおかっちって書いてたやんおかちダイスって書いてたん僕、ダイス、サイコロって、サイコロダイスっていうね、アメリカでは呼ばれてたんやけど、ダイスって書いてた。そのカゴの中に入れてたんですよ。ダイスっていうカゴの中にね。 だから僕のだっていう。それはでも僕の価値観なんですよで。彼のルールはリビングであるものは全員でシェアしていいっていうルールだったんですね。でなので、そこを話し合わないことにはあのー、分かり合えないじゃないですか。向こうは、いやいや、リビングは、リビングは全員がシェアしていいものだよって向こうが言った。で、こ,こっちはね、いや,いやいやこれはリビングだけれども、えー、ダイスっていう僕のカゴの中に入れてるから僕のものだで。これは価値観が違うだけなんですね。で、これをお互い言い合っても平行線なんですよ。 なので、分かった。我々は価値観が違うね。で、その上で、どうやってお互いが心地よく過ごせるのか、そのルールを一緒に作らないっていうふうに提案して、お互いが納得できる対話をしていく、ルールを決めるってこと。 それは勉強する時間もそうかもしれん。えー、何時まで外遊びするっていうルールかもしれんし、お風呂を入る時間もそうかもしれん。習い事をする時のルールかもしれん。そういうのを親子でルールを決める。あれしなさい、これしなさいっていうふうに子供が、ねえー、納得していないのに、合意していないのに、一方的に約束させられる。じゃなくてね。お互いが納得できるルールを決める。でルールを決めても、それを変えてもいいっていう柔軟性も必要です。一度決めたことはもう死ぬまで守らなかゃ違うんです。やってみて気づくこともある。 やってみて、ちょっとこのルールは厳しかったなっていうのはあるから。それはゲームする時間にしろ、スマホする時間、10分って言ってたけどごめん、やっぱ10分じゃ無理や、だって代々さんとも話したいし、代々さんとも話したい。だから20分にさせてほしいってやって気づくこともあるじゃないですか。なので、ルールは決めるけど、定期的にそのルールを見直す会議、親子会議の時間を作るとかね、そういうことも含めて、とにかく一方的に約束させない。決めたでしょ、話し合ったでしょじゃないです。 お互いが合意してなければ、それは約束でも何でもない。うん。共用です。なのでお、お互いが納得できる、合意できるルール、私たちの答え、私たちのルールを見つけるための対話をするということ。価値,は価値観は違ってもいいんです。違ってもいい。その上で、価値観が違う者同士がどうやって心地よく過ご,せ過ご,す過ごしていけるのか、それを対話によって、えー、決めていくということ。ね、これ大事ですよね。 対話力、これからの時代で生きていくために必要な力の一つです。みんな価値観違う、このグローバル社会の中でね、生きて育ってきた文化、そして生き方も違う中でね、お互いが一つのプロジェクトを成功させる、目標を共有して、その中でお互いの役割を決めて、えー、ね、えー、ぶつかったときにも対話によって解決していく。そういうようにね、チームの中で、えー、自分の力を発揮するためには、対話する力ってものすごく大事ですね。はい、それでは最後です。 子育て以外の生き甲斐を持つまあ、これはね、もう言葉通りなんですけども、もうこれまで言ってきたことですよね、まとめですよね。そう、そう親がね、子育てを頑張りすぎて、子供子供を育てること、そして子育てだけが私の生きがいなんだってなってしまうと、子供を縛りがちになっちゃうんですね。あれしないと、これしないとっていう完璧主義が働いてしまって、えー、先回りしてしまうんですよ。心配だから。ね心配してしまうんですね。 不安になっちゃうんですよ。不安になっちゃう。執着してしまうから。だからこそ、子育て以外に生きがいを持つということ。子育てに向けている矢印、エネルギー、時間、お金、体力を子育て以外に向けるということ、はい。自分の時間を持つということです。自分のためにお金を使うということです、ね。自分のために自分の体を使う。自分の命を自分のために使うということですね。 なんだろうよくあるのが子供のために子あるの,は、ねえー、子供のために親が犠牲にならないといけないとか自分親だけ楽しんでるのは何事かってママ友でランチを行ってはいけない、ね、ママはなんだろう、えー、泊まりがけで、ね、どっか泊まったらいけないみたいなことを言う人いますけどはそんなことあらへんあらへんですよ。 ママの心が満たされないと、ママが生き生きしていないと、子供はは、ね、リラックスできないし、安心できないし、将来への希望が持てないんですよ。大人になること、ママに対する希望が持てない。どうですか、幼少期。こういう話、よく聞きますよ。ママが自分のことを犠牲にして、我慢して、仕事頑張って、育児も頑張って、えー、父親の理不尽な要求にも応えてやってた、その姿を見ていたから、私も泣き言を言ってはいけない。 助けを求めてはいけない、分からないと言ってはいけない、仕事をしないといけないし、えー、家事も育児も完璧にしないといけない、そういうふうに自分で自分を追い詰めて苦しまれている方、そういう方からの相談が本当に多いです。ね、あなたがリラックスして、あなたがあなたの人生を生きることが子どもの未来を作っていくし、今の子供をの心を緩めることができ、そして子供は自分がやりたいことに一歩前に踏み出せるんですね。心が緩んで、そこに安全基地があれば。 でも子どもに逃げ場所がなくて、家でも緊張状態、戦う体制やったら、逃げる場所がなくて、追い詰めてしまって、苦しんでしまって、ね、引きこもりになってしまったり、不登校、不登校が悪いわけではないですけど、そういうふうに、何かしらの問題行動を起こしてしまう可能性もあるということです。そういう意味でね、子育て以外の生きがいを持つ、どうやってえ自分がやりたいことを見つけるのかとかね。 どうやってなんだろうな、えー、自分のやりがいを見つけるのかっていうことその方法に関してはこの YouTube で、ね、がっつり今後も解説していきたいと思いますのでとにかくチャンネル登録ボタンだけポチッと押しておいてください,、はい。ということでここまでの話まとめましょうか。 今日は「先回りをしない親の関わり方20選」というテーマでお届けしました、えー、そもそも過干渉とは何か先回りとは何かというと子供が着る服や持ち物を勝手に選んでしまったり、えー、子供の宿題に口出しすぎてしまったりね子供の机の引き出しをこっそり上げたりメールを盗みにしたりそういうやつです、ね そういうものをしてそういうこと、そういう行為をしていると、子供は自分の人生だと思えなくなる、ね。誰かの人生を生きている。だから自分の人生の車のハンドルを親に握られている感覚になるんですね。だから自分のペースで進めないし、自分があれやりたい、これやりたいって言っても、どうせ叶わないんだって思うんですよ。ハンドル握ってのは親だから。自分が後部座席であれこれ叫んでも、親が USJ 行きたいって言ったら USJ 行くわけじゃないですか。本当は水族館行きたかったのに。ね、ハンドルを握ってのは親だったら苦しいんですよ、子供はね。 自分軸で生きられない生きづらさを抱えて混んでしまうなので先回りをしない親の関わり方が大事だよねっていうことで、えー、紹介していきたいね代弁しないとかいいところを見つけるとか指示語ではなくてどうしたらいいかなとか、ねえー、こっちとこっちどっちがいいみたいな形で子供に選ばせてあげる決めさせてあげるで子供が話をしてたら最後まで聞くこっちが話を聞いた分だけ子供も話を聞いてくれるでこれ一番嫌なやつを勝ち求められていない助言をしない えー、助言をするアドバイスすすをするフィードバックをするときには、えー、一言コメントしていいとか子供に許可を求めるってことが大事だよね。 あと自分の時間を作るここ。それが心の癒し、心のゆとりを作る。つまりね、こっちが忙しくて心に余白、ゆとりがなかったら、きつきつ状態だったらね、些細なことでイライラしちゃうわけじゃないですか。怒鳴ってしまうわけでしょ。叱ってしまうわけでしょ。褒めることよりも叱ることの方が多くなってしまうわけじゃないですか。なので、そういう意味でも心のゆとりを作るっていうこと。ねえー、で、えー、価値観が違うこともあるから。 あるからそれは対話の中でね、一緒にルールを決めていこうってことです。ね、子育て以外に自分がやりたいこと、趣味でもいいし、まあ、ちょっとした遊びでもいいです。僕は登山なんで、えー、どうでしょう一緒に山登りしません山登り楽しいようん、あのー、まあ、最初はちょっとお金かかるけど、あのー、登山靴ぐらいかな登山靴とリュックサックぐらい買って、あと服はね、まあ、今あるやつでいいと思います。ユニクロでもね。そこら辺でね、登山できます。登山靴もね、あのワークマンとか行ったら3000円とかで売ってますよ。 ワークマンとかワークマン女子とか言ったら、ね、めっちゃ安いんでとにかくワークマン女子で揃えたら登山,登山に必要なものはもう1万円ぐらいあればもう相当揃うんじゃないですか、はい、なので山登りしません、はい、ということでとということでね山登りはまあ冗談ですけれども、えー、僕はねとにかくあなたがあなたらしい子育てを見つけて、えー、子供もあなたも頑張りすぎず伸び伸び育つそういうような、ね、関わり方が見つかったらええなと思ってます。 えー、こんな感じでね、この番組では親も子も楽になる緩める子育てを配信しています。今日の配信してええなと、共感できるポイントが1つでもあれば、いいねボタンとか高評価ボタンよろしくお願いします。で、えー、自分はこういう関わり方をやってるよっていうのがあればね、さっき回りしない子育ての例としてあれば、えー、コメントお待ちしてます。みんなでコメント見てね、学習できるような、そういうリズムを作っていきたいと思ってます。 そして、そして、えね、この収録中にもお話ししましたけど、親も子も楽になる、緩める子育て、これ本当におすすめだから、本当におすすめだから、あの、イライラしてしまうとか、子育てが楽しくないとか、もっともっと自然体で子供と関わりたいって、そういうふうに思われている方は、ぜひ買ってください。概要欄に貼り付けております。はい、ということで、ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば、世界はギラギラと輝く。 ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。今日は最長やったんじゃう ?1 時間20分くらい話したんちゃうかなさすがにちょっと疲れましたね。でも頑張ったよ。よかったら2回3回聞いてみてください。ありがとう。